何か弾いてよ田中ちゃん。こんにちは。いかがお過ごしですか。今日はちょっとレッスンっぽいことをやってみたいと思います。よくですね、やる気ってどうやったら出るんですかなんて聞かれるんです。実は私、やる気出すためにやることがあるんです。それちょっと紹介してみます。簡単なんで、ちょっと試してみてもらいたいんですけどね。6弦5フレットをどの指でもいいんで押さえて、そんで、右手はこのブリッジのあたりに手を乗っけてモンモンモンって音するんですね。これでもってダウンアップダウンアップとこう4回弾くんですけど、こんな感じで終わり。これだけ。この4発弾いて、私はもう、おっしゃ、今日やったるぜって、こう、やる気で、もうやっちゃうんですね。音ですよ。ま、これが一体何なのかっていうのは、ちょっとこう、説明すると長くなるんですけど、ちょっともったいぶっちゃったりなんかして、次の動画とかで、ちょっと、解説したいと思いますんで。ぜひ次の動画も見てください。ちょっとずるいっすかね。じゃあ。ちょっと雷が鳴っておりますけど。じゃあ皆さん、次の動画で会いましょう。ありがとうございました。何か弾いてよ、田中ちゃん。